ズ。音楽にまつわるいろんなクイズを出題するミュージックシャワークイズ。見事正解された方の中から今日は抽選でお一人に浮島通りにあります自然派石鹸ラ・クッチーナのオリーブオイルボディーソープセット1名様に差し上げます。今日は楽器演奏クイズ。私がリコーダーマリさん、ミニピアノで演奏。あ、なんか鳴ってる？なんか鳴ってる？ BG にしたかったけど間違えた曲。なんか鳴ってる？2人で演奏したいと思います。先週は金城しおりさんがいらっしゃってプロの演奏家の方にやってもらったんですけど、急遽変えたアルコールリコーダーでも綺麗に演奏できて、で最後正解発表の時ね、ミュージックシャワークイズの最後もう弾いて歌ってもらったんですよ。すごい。このピアノってさ、いつもマリさん人差し指でしかやってないから一音ずつしか鳴らないピアノだったんだけど、両手同時に演奏しても鳴るピアノなんだね、これ。両手入るの？そう。だから2音同時になってたわけ。え、でも両手入ってもこっちないよ、どう取れる？だから、マリさん、もうこの言い訳できないわけ。できないよ。で、しおりさんに聞いたのよ。このピアノなんか使い慣れてますねって言ったら、私レコーディングの時このピアノ持っていくんですよ、音の確認のため、ドレミファの音の確認のためにプロが本当に使ってるピアノなんです。知ってるさ、メーカー品って。でしょ。うん。なんで1音ずつやるの？じゃあ両手でやってみたら、今日左手もしっかり。なんか鳴ってる？ごめん、え、ちょっと待って、僕がおかしいの？なんか鳴ってる？みんなも聞こえてるの？僕にしか聞こえてないの？これ頭で鳴ってる？僕これ、うん、だったら病院行ってくる。このメーカーのピアノが鳴らしてくれてる。そうなんだ。 BGM 流れてるかいらないよ。いいですか、じゃあ。あ、本当だ、かぶ、あ、流れてるんだ。そうだったな、うん、早く行け早く行けって言われてるんだから、もう早く行こう。マツコさ、こんな寒いのに朝のシャツで来たもんだから、あのスタジオはね、いいか、あの室内感がいいからね、本当に。じゃあ行きます、マリさんの演奏です。じゃあ行け、ちょっと待って BG 消して OK いい演奏お願いします。あ、待ってよ、両手ね。できるやつでいい、ごめん、できるやつでいいよ。音ちっちゃっ、ちょっと待って、あ、 BG に合わせてた。ドラクエですかって来てるじゃん。ドラクエでは。黒幕のゆうちゃんから。うわー、面白かった。なんかでもいつもより華やかにはなりましたよね。やっぱ両手って大切なんで、しおりちゃんありがとう。クイズの難易度がまだ上がるとは僕も思わなかった。もうここが天井叩いてると思ってたの、僕らの楽器演奏クイズって。聞いて。まだ上があると。両手で弾くときって左手さ、3つ押すよね。絶対3つだよね。あ、3つ決まってはいないんじゃない？あ、多分あのギターのコードみたいな感じなんでしょ、あれって。ピアノの左手って、あ、だからまあ演奏によって2本だったり5本だったり3本だったりするってことじゃない？違う。D 級のファミコンのゲームです、これ。B 級のファミコンゲーム、とってもいい曲なのに。ヒント主役の男性が好きな女性に向かって泣きながら叫ぶ名ゼリフが有名です。大ヒットしたマリも大好きなドラマ。あれの主題
ーマなのに大好き。へえ。主題歌で曲も大ヒット。わかりました。今マリさんがやったとこと僕別の場所行きますね。多分サビが僕しかわかんない。で後でサビあれやろ。一緒にね。サビ。行きまーす。できちゃった今バッチリじゃない。分かったかなこれみんな、うん、一緒にサビやる、うん、できる。左手やるの。左手やる。左手。左手もじゃあ僕リズムやるから左手やったら合奏あなた左手伴奏的にね、はい、一緒にリズムやると絶対一緒にずれてるから分かった。伴奏やっていい。リズムできよ。いいよ、まあ、いいよ。はい、じゃマリ左手担当ね。いくよ。じゃあ右手の服担当。僕は右手になります。あなたは左手です。オッケー。せーの。教会に行くみたいな変な習わしのある村になってた。伝わってるからみんな。クマットニーさん、タイガさんの演奏で分かりました。ほら分かった。内部のジョージさん、初めてタイガさんので祝って書いてあります。祝ってるね。合わせるとカオスですね。ウージロパセリさん、不愉快。山ゴケさん、絶望 感。本当にあー面白かった。まだバリエーションがあるとはこのコーナーに。もう出し切った手札でやっていくと思ってたけれども、新たなワイルドカードが。同じもんだって分かったって。違います、はい、近くないです。あ、いいね。タイガので分かったっていう人がいっぱいいる、うんうん、なんでだろう。みんな落ち込んでますね。いいんですよ。あなたは私と同じレベルの音感です。おめでとう。分かったという方はお送りください。宛先は music@rbc.co.jp まで。以上クイズでした。なるほど。